それではこれより教育改革国際シンポジウムを開始いたします。私は司会を務めます東京工業大学野原佳代子でございます。First, I'd like to introduce Dr. Yoshinao Mishima, the president of Tokyo. まず東京工業大学学長の三島義直より挨拶をさせていただきます。President Mishima, please. 三島学長お願いいたします。皆様、ご出席の皆様、こんにちは。東京工業大学の学長として皆様をお迎えすることができ、大変嬉しく思います。本日はこの東京東工大学教育改革国際シンポジウムにご参加いただき、本当にありがとうございます。今現在、私たちは急速なグローバル化の突きつけてくる課題に直面しております。世界トップレベルの大学はさまざまな試みを行っており、このチャンスを使い、なんとかこの課題を乗り越えようとしています。そして優秀な学生を世界中から獲得し、社会へ送り出そうと、そのように取り組んでおります。さらにトップレベルの研究者も育てようとしています。本シンポジウムは、我々もどのようにすれば世界トップレベルの教育システムを東工大で打ち立てることができるか考えたいと思って企画いたしました。本日は MIT からグリムソン先生、そして UC バークレーからグロンスキー先生をお迎えしております。お二人からはどういう教育理念を持って、どのような教育をこの世界トップレベルの大学で行っているのか、お話を伺うことになると思います。その後、私の方から我が大学における教育改革の現状についてお話をさせていただきます。その後パネルディスカッションへと進むことになっております。MIT そして UC バークレーとのこの連携は、学生それから教員の交流という形で進んでおりますし、今回のシンポジウムがさらにそれに刺激を与え、活発にしてくれるものと期待しております。本日ご参加いただきました皆様方には、ぜひともこのシンポジウムをお楽しみいただければと願っております。ありがとうございました。三島学長、ありがとうございました。次にご来賓としまして、文部科学省事務次官の山中伸一様にご挨拶をいただきます。山中様、お願い申し上げます。皆様こんにちは。文部科学省事務次官の山中でございます。多くの聴衆の皆さんは日本人でいらっしゃるようなので、日本語で私は挨拶をさせていただきます。 Please allow me speaking Japanese. 政府では昨年6月に Japan is back という日本最高戦略を公表いたしました。これいわゆる成長戦略ですけれども、そこで強調しているのは、人材こそが日本が世界に誇る最大の資源であるということです。しかしながら日本の教育システム、これが、社会全体がそうなのかもしれませんけれども、戦後の成長の罠にとらわれて、学生の持つ可能性が十分に伸ばされていないという指摘をしております。これは裏返して言えば、現在の教育システム、これを大胆に変えることにより、大学が日本の新たな成長の原動力になることができるということだと思っております。大胆な教育システムの改革が求められているのはいろんな分野がありますが、特に大学においてはグローバル化への対応が求められております。日本の若者が世界で活躍し、
あるいは貢献できる、まあ、こういう人材に育てるためには大学の教育のグローバル化というものが不可欠です。そのために文部科学省ではスーパーグローバル大学プログラムなどによって世界トップレベルを目指す大学、あるいはグローバル化に積極的に取り組む大学、これを支援しようとしております。来年4月からの予算案の中では100億円の予算をこれに計上しております。またさらに大学の世界的な展開力をいろんな地域、例えばアジアですとか、あるいはアメリカですとか、日本にとって重要な国地域の大学との連携も強化したい、これを支援したいと思っています。また学生という意味では2020年までに日本から留学する学生の数、現在これが6万人ですが、これを12万人に倍増するということを目指しております。このため文部科学省から海外留学する日本人の学生に対する支援、これ今短期で1万人の方を支援しておりますが、これを2万人に増やすということにして、これら含めて90億円の予算を計上しております。さらに民間の企業の方から寄付をいただいて、そして民間の企業の方も留学プログラムに参加してもらう、そういう仕組みを創設しております。民間企業からの寄付金を基金とした飛び立て留学ジャパンプログラム、これは今年から開始しますが、今3月10日から300人の学生、今年の夏から始めようと思っておりますけれども、これを募集しているところでございます。民間の企業の方も日本の学生が海外に留学するということを支援してもらうことによって、海外に留学するということが日本の学生、日本人の学生にとってリスクではなくて、これがアドバンテージであるということ、企業もそういう海外での留学体験をした学生を求めているんだということを、学生の皆さんにも、あるいは保護者の皆さんにも、あるいは大学の先生の皆さんにも理解していただけたらというふうに思っております。本日のシンポジウムではマサチューセッツ工科大学からエリック・グリムソン学長、カリフォルニア大学バークレー校からロン・クロムスキー学長特別補佐にご参加いただくなど、世界トップレベルの理工系大学の教育の在り方について議論することになっております。現在の日本の大学、そして東京工業大学が目指す方向を考える上で非常に有意義なシンポジウムになることを期待しております。さらにシステム改革、大学の改革のためには大学の関係者の皆様の理解、そして実際の行動が必要になります。そのためには大学の学長のリーダーシップ、そしてこれを支える大学運営の仕組みの改革も必要になります。文部科学省では中央教育審議会からの大学ガバナンス改革の推進の審議まとめ、これを受けまして、現在具体的な制度改革のための検討を進めているところです。東京工業大学では現在三島学長のリーダーシップのもと、東工大の使命は理工系の専門力に加えて人文学、あるいは異文化についての見識を持つ人材の育成であるということで、世界トップ水準の教育システムへの展開に向けた教育改革が進められております。今日のシンポジウムで大学のマネジメントの面についても議論を展開されればありがたいというふうに思っております。最後に、先週3月5日に公表されましたタイムズ誌のいろいろランキングをタイムズもやっておりますけれども、大学についてのワールドレピテーションランキング2014に触れたいと思っています。東京工業大学はカリフォルニア大学のデイビス校と並んで世界で51から60位のグループに入っております。このランキングは1から50までは単独の大学が書いてありますが、それからあとは10校ずつ、あまり点に差がないというので10校ずつグルーピングしてやっておりますけれども、東京工業大学はその50位の一つ下、残念ながら単独の名前が出てこないグループのところですけども、51から60位のところのグループにランクされております。トップ100の世界のトップ100の中にアジアの大学が16校入って、東工大はアジアで9位のグループ
ということになっております。このランキングは世界中の高等教育機関の教授等の専門家約1万人から寄せられた回答、教育の質、それから研究の質、これで最も優れている名前を15ずつ挙げてくれということで寄せられた回答を集計したものです。本日のシンポジウムを契機に東京工業大学の取り組みが加速し、評価がさらに高まり、世界中の優れた学生教員が目指す大学になることを心から期待し、ご挨拶といたします。一度おめでとうございます。山中様、どうもありがとうございました。